ポケモン、オブザイヤー。EV、関東ランキング5位、総合20位、さすが俺らの海の親、本人はピカチュウに負けたって悔しがってたけどな。シャワーズ、関東ランキング15位、根強い人気がある初代勢の中でこの順位はすごいぜ。サンダース、関東ランキング26位、こちらも大健闘、初代グイズは評が割れやすいのにしっかりランクイン、さすがだ。そしてこの俺ブースター、なんと9位、初代進化系の中では最高、いやーやっぱみんな俺様の魅力を理解してるな。じゃねーんだよ。もういいんだよこのネタは、全米が合ってるわ、もうみんな知ってるだろうがコメント欄で散々煽ってきやがって。そうだよ、俺だけランクインしてなかったんだよ。他のブイズはみんな地方別ランキングには入ってるのにな。俺なんかこのざまだよ、インジに取られたよ。なんなら関東の30位はコイルだぞコイル、俺はコイル以下勝ってんだ。なんなら俺がコイルになってやろうか。素直に泣きそう。人気がないならあげればいいじゃない。ってなわけでどうもレアコイルです。さあ今回はバトルを通じて、俺様の魅力を伝えていくぜ。そのため今回はこの技構成、名付けて、ブースターメロメロ大作戦。俺様の溢れ出る魅力でメロメロにしてやんよ。まずは目の前のジュラルドン、お前からだ。もちろん秘密機だ。俺様のあまりの魅力に逃げ出したか。ならば次のポケモンをメロメロにするまで、メスだよな頼むと、よしメスだ。くらえメロメロ、萌え、キュン、よしこれでパルケンと視聴者は動けないわず、本来メロメロで技が失敗する確率は 50% だが、ブースターはモフモフ補正が入るので 100% 死にます。さあ、ラーミー、のしかかりで圧倒的モフモフを押し付けていく、ウプ主なら、パルケンとこ変わる。と確実に言うだろう、この攻撃によるマット投下し悪化し、さあ麻痺、アッペバグか、まあどっちにしろメロメロで 100% 動けませんから安心してください。さあやっていきましょう。お相手の先発はトリトドンで、さっきのバトルはどうした？致命的なバグの話ならゲーフリに報告しときました。さあ一見フリ対面に見えるこの場面、メロメロにするので問題なし。萌え、キュン、おいウプ主編集中に鼻血出すな。鼻血出さない方が失礼。さあさっきのようなバグがなければ動けないわず、モフモフに卑劣すがいい。始まったな。そして身代わりも発射。俺に触れたくばまずはこいつを倒すんだな。しかし引き続きメロメロは続く。その中で攻撃することがお前にできるか。やって攻撃される。早く首は身代わりにつきません。ちなみに持ち物は食べ残しです。いっぱい身代わりしちゃおうね。さらに炎の渦、これでしばらく交代もできないぞ。どんどん俺にメロメロになっていくがいいさ。今回自分の人気を上げようっていう企画なのに、こんなガイアクチックな戦法してていいのかと気づくブースター。ポケモンって楽しいな。考えることをやめた。よし、あとはのしかかりでダメージを与えつつ麻痺を狙う。くらいモフモフアタック。トリトドンそこ変われ。黙って編集しやがれ。おっとゴツゴツめっと痛いな。こちとらモフモフ尻尾だがな。今のうまくね。メモっとこ。そしてメロメロチャレンジは、はい勝ちました。完全にモフモフに屈しましたね。鳴き声をボアブチョからモフモフに変え替えてください。その後何回かのしかかってトリトドン突破。さあ次は誰が来るんだい。まあ誰が来てもメロメロにするんだけど。この面下げてこのチャンネルに来やがった。毎度毎度お前の劣化扱いされ、人気ランキングも上を行かれる俺の気持ち、あなたにはわからないでしょうねー。まあいい、こうなったらここでお前をボコボコにして、このタイプ最強の座とランキング9位は俺がいただく。はい皆さん見ましたか、これが一番のいじめです。お前伝説ポケモンなんだからダイマックス禁止だろ。はい、ゲーフリに報告しときます。ダイマックスとか本当にやめてください。親方、空から拳が一定、身代わりがなければ即死だった。しかし一発さえ耐えてしまえば問題ない。こちらには最強の技メロメロがある。幸い相手の性別はメス。メロメロにして行動不能になりさえすれば、行くぞ全身全霊。萌えキューン。よし、メロメロは決まった。あとは次のターン、相手が攻撃できるかの勝負。こんな気の抜ける BGM 流してんじゃねえぞ。よし、それでいい。俺はここで証明するんだ。俺はウィンディの劣化などではなく、むしろお前の上位互換、強さ、人気、尊さ、モフモフ、すべての面において勝っていることを。来いよウィンディ、メロメロの中動けるならな。俺様の、モフモフに、卑劣でう、嘘だー。どうして勝てない。種族地で負け、バトルで負け、人気でも負け。これでは本当に奴の劣化じゃないか。ぐす。もう、ポケモンはやめてしまおう。俺にできることは、ウィンディにもできるもんな。俺の勝ちなんて、一つも。それは違うわ。
今の声。どこから？ここよ、ここ。ここって、まさか。身代わり人形。そうだよ、わた。僕が身代わり人形だよ。お前、喋れたのか？まあそんなことより、話を聞いてほしいんだ。は、話ってなんだよ。君は、随分ウィンディというポケモンに、劣等感を抱いてるよね。そりゃそうだろ。タイプが一緒で種族値はほぼ上位互換。おまけに今回のランキングでは人気まで。確かに、それは残念だったね。でもね、ブースター、だからって君が無価値なんてことは、絶対にないんだよ。そう。なのか。試しに、この動画のコメント欄を見てごらん。みんな、ブースターへの愛を語ってくれてるよ。みんな。バトルだって、根性ブースターの火力はなかなか真似できないし、ウィンディにはない、あくびや願い事なんかの優秀な補助技も、君にはあるじゃない。そうか。だからね、間違っても、自分に価値なんてない、なんて思っちゃいけない。君自身のことを愛してくれる人は、たくさんいるから。そうか。そうだよな、俺は、俺にしかできないことをやればいいんだ。そうそう、その調子。なんか自信出てきた。よっくら根性でランクバトルでもやってくるか。はいはい、頑張ってね。よし、行ってきます。ふう。手間かけさせるわね。人と比べて劣等感を感じるってのは、ままあることだけど、あまりそれにとらわれすぎないことね。本当の自分を見失っちゃうわよ。まあ、だけど。ブースターよりウィンディの方が強いのは間違いない。ここだけ、ある男は、こう語る。この俺様の、本気を見たい？いいだろう。どんなポケモンも一撃で葬る、圧倒的火力を、見せてやるよ。ガラルズ看板号、199、ブースター。火力に命をかけたこの男にかかれば、どんなポケモンも一撃で倒せるかよ。だってその辺はさすがに無理。いやしかし、相性さえ不利でなければ、俺の本気を受け切れるポケモンなど、この世にはいない。一方ある男は、こう語る。風が、騒がしいな。敵の寵愛を受けし、我に挑むとは、苦労の極みと言わざるを得ない。絶望の終焉を見せてやる。ガラルズ看板号、201、ブラッキー。彼の防御力にかかれば、どんな攻撃でも一撃で倒されることはないという。汚れた地上の民に教えてやろう。真の絶望とは、圧倒的耐久力により生まれるもの。そしてそれを持つ我、ブラッキーに、資格はない。ここで一つの疑問が生じた。空中最高物理攻撃力対、空中最高物理耐久力。この2匹が対峙したとき、一体どちらが勝つのか、ブースターか、ブラッキーか。クイズ最強をかけた戦いが今始まる。果たしてどちらが勝つのか。そのポケモンはこういう。俺のことをウィンディの劣化とかいうやつがいるがな、火力では俺の方が上なんだよ。おいやめろ、ふざけんな。そう語るのはエオルチャンネルいじられキャラ担当ブースター。初代から登場している、炎タイプのクイズ。彼の攻撃種族値は、なんと130。攻撃に特化した場合、レベル5の実数値は200。あのダブルアップと同じ数値である。さらに、特性根性。それにより状態異常の時、火力がさらに上がる。またで俺は、唯一王とかいう別称で呼ばれているらしいが、この動画を見た暁には、こう訂正してほしいね。バーミングカイザー。今回ブースターが実行する作戦をお伝えしよう。火力上昇要因として、特定根性の発動、閃光ひねり、持ち物、命の玉、さらに手助け。そして使用する技は、元技がフレアドライブの、ライバーンとなります。やりすぎじゃないかって？そんなことはない。手加減なんてものは、バーニングカイザーの名にふさわしくないからな。全力でたたつぶしてやるよ。一方そのポケモンは、こう語る。この我を一撃で倒す。か、その希望は、脆く砕け散ることになる。我が圧倒的防御力の前にな。そう語るのは、エオルチャンネル中二病キャラ担当、ブラッキー。
第2世代で登場したアップタイプのブイズ。それの種族値は HP が95、防御が110と共に高い数字。 HP に特化した場合、数値は HP 202、防御178、あのアーマーガーと遜色のない数値である。さらに今世代で追加されたシステム、ダイマックス。これにより HP は倍に、耐久力がさらに上昇することになる。我は以前、月の妖精、鉄星などと名乗っていたな。もはや今の我は、妖精だの王だの、その次元にあらず。ルナ、ゴッドだ。神とまで豪語する、ただの中二病、ブラッキーで、彼の実力は、一体どれほどのものなのか、その強さを、証明していただこう。ここで用意したのは、攻撃学科のリーピアさん。あれなんか実験台にされそうになってる。されそうじゃないよな、いいんだよ。いやだー。リーピアには命の弾を持ち、剣の前を継いだ状態で、ブラッキーに対して効果抜群の、スターフロスを打ってもらいます。何そんなにやっちゃっていいの？悪いけど倒しちゃうよ。倒しちゃダメな流れだけど倒しちゃうよ。暗い中二病マックロクロスケ。なんで俺そんな呼ばれ方してんの？いけー。しかし耐える。攻撃力を相当上げた状態での抜群技をブラッキーしっかり耐える。さすがにいけると思ったのに。抜群技をもものともしない。これが神の力の理由ということだろうか。今回のブラッキー側の作戦をお伝えしよう。耐久を上げる手段はダイマックスのみ。補助技などはなしの状態で攻撃を受けてもらいます。リフレクター、そんなものは使わない。小細工など、俺には必要のないものだからな。神の力を思い知るがいい。お次は攻撃側、ブースターの実力を見せていただこう。パフォーマンスタイム。ここで用意したのは、防御に特化した、リーピア。また私かよ、何回実験台にすれば気が済むのさ。大丈夫、これで出番終わりだから。いや、ここまで来たら最後までいさせ。今回リーピアには、日本バレと根性を発動した、ブースターのフレアドライブを受けてもらいます。はい、お前今コメント欄荒れてるからな。リーピアいじめないでってコメントで溢れてるからな。大丈夫です。相性が悪い件については、おっかのみを持たせているので。なるほど、それならワンチャン勝てるかも。私の防御力はブイズ中最高。ここでフレドラを焚いてバーニングカイバーカッコアラに解明させてやっ。しかし、一撃、火力上昇に余力を残した状態でも、問題なく確定一発。知ってた。これこそが、バーニングカイバーの名に恥じぬ、ブースターの強化力である。ここからさらに、命の玉や手助け、ダイマックスによる火力上昇がある。この強化力、どんなポケモンだろうが、消し済みだ。ここで、今回のルールを説明しよう。ルールは、ダブルバトルノーマルルール。勝敗はシンプル。ブラッキーが瀕死になった場合、ブースターの勝ち。ブラッキーの HP が残った場合、ブラッキーの勝ちとなります。皇帝の座につく俺に、倒せない奴などいない。相手が誰か走らんか、伝説の礎になってもらうぜ。神の辞書に、敗北の二文字はない。誰が来ようと、我が勝利の定めは不変なのだ。バーニングカイザーこと、最強のここ、ブースター。ルナ、ゴッドこと、最強の盾、ブラッキー。このここだけ対決。勝つのは一体どちらになるのか。普段ふざけ散らかしているこのチャンネルに対し、本日はいつもと違う緊張感に満ち溢れています。実況は私、すべてのブイズの海の親子と EV が務めさせていただきます。ブースターと申します。ブラッキーだ、よろしく。さあ今目の前でホコタテ V 名物 EV カードの交換が行われています。リフレクターを使用しないと聞きましたが、本当に大丈夫ですか？体の黄色い模様まで黒焦げになってしまいますよ。あっと、ここでブラッキーを挑発。普段は煽られる側だというのに、ここぞとばかりに煽っていた。ふむ、忠告には感謝しよう。しかし貴殿もいいのか、余力を残した我に敗北したとなれば、皇帝どころではない。ただのモフモフへとなり果てるぞ。ブラッキーも負けじと挑発。さすが本家でも挑発を覚える奴の煽りは違うぜ。相手はシャワーズかと思っていたが、ブラッキーだったか。なるほど、当倍だろうが受け切ると。相手はブースター、これは想定通りだが、火力上昇が思ったより多い。文字通り全力ということか。いいだろう、相手として不足はない。我の相手としては、十分な実力のようだな。奴を一撃で葬り、奴の攻撃をしのぎ切り、お見せしよう。ブースターという名の皇帝による。使用しよう。ブラッキーという名の神による。伝説の目標。さあ
役者が揃いました。緊張で身震いが止まりません。実況は引き続き綿毛の天使こと EV でお送りいたします。果たしてモフモフ構成ことブースターが勝つのか、ただの中二病ことブラッキーが勝つのか、皆さんもぜひ予想してみてくださいね。さあ、まず行われるのは、ブースターの火力上昇の準備。ブースターのサポートとして参加している AP が、まず2本バレをしよう。炎技の威力が上がります。また、このターン終了時、ブースターの持ち物、毒毒玉が始動。ブースターが猛毒状態になり、特性の根性が発動。攻撃力が上昇します。ブラッキー側は何してるのかって、暇ですけど、何か。早速 AP が2本バレをしよう。夏の暑さに拍車がかかるぜ。あ、ちなみに私は暇すぎるので、ブースターにメロメロでも打って、ちょっかいかけようと思います。ほら君に負けず劣らずモフモフだよなん。だと、私のメロメロが通らないだと、それだけ集中しているということ。ふざけすぎてずみまぜんぜじだー。はい、おとなしく実況だけしていきます。さあ、1ターン目が終了しました。ここで予定通り、毒毒玉、およびブースターの根性が発動します。そして次のターン、AP がブースターに対し、トリックをしよう。AP が持っている命の玉を、ブースターに渡します。これにて、事前の準備がすべて完了しました。さあ、決戦の時が近づき、イールドの熱気も最高潮です。モフモフが蒸れて熱いです。最後のターン、ブースターとブラッキー両名がダイマックス。AP がブースターに手助けを打つことで、場は整います。全力で強化されたダイバーンを、ブラッキーは耐えることができるのか、その答えが出る瞬間は、もう目前に迫っています。さあ、お互いの準備が整ったようです。まずは両者、ダイマックスをしていただきましょう。お前をここで打ち倒せ。今こそ俺は、皇帝として君臨する。根性、船ドラ、若木から。ダイマーン、暑苦しい工場が決まったー。こちらも中二病栄翔が決まったー。お互いのダイマックスが完了。そして AP が最後の補助技、手助けをブースターにしよう。晴れ根性玉手助けダイバーン。このブースターの強化力を、ブラッキーは受け切ることができるのかだいたー。なんと、ブラッキーは瀕死状態にならず、勝利の方向外アークが、全く無関係の AP を襲う。なんでー。勝利を収めたのは、最強の盾、ルナ、ゴッドこと、ブラッキー。見事勝利を収めたブラッキー、そのお気持ちをお聞かせください。いやー、なかなかに危ない戦いであった。神谷あれを、ここまで追い詰める者がまだいたとはね。感動したよ。相変わらずの中二病ですね。恥ずかしくないの。そして惜しくも敗れた、ただのモフモフこと、ブースターさん、ただのモフモフ言うな。いや、しかし乾杯したのは事実だ。これを機に、さらなる火力を目指していくぜ。あなたが頑張るべきは素早さか耐久だと思うんですけどね。最後に、素晴らしい戦いを演じたお二人に、拍手。そして皆様、ここまでのご視聴、ありがとうございました。最後にダメージ計算の結果を載せるので、チャンネルはそのままで。俺に有利な乱数だったんじゃないか。お前運悪すぎんか。
ブイブイ一番くじの結果を公表するぜ。11月21日からポケモンセンターなどで発売されている、ブイブイ一番くじ、夜も5回引いてきてやったぜ。まずはこちらが A 賞、お絵かきプレート、エビグラはトートイって公式もわかってらっしゃる。そしてこの2点は F 賞、アートハンドタオル、ブイブ全員が描かれた天才的なデザイン、好き。そして最後に G 賞、カラーメタルチャーム、ランダムだけど夜が引いたのはグレイシアとブースター、どっちも可愛いな。ということで今回は俺が主役です。どういうこと？俺が主役です。いや、そんなこと急に言われて。俺が主役です。わかったわかった、わかったから。というわけでどうも、主役のブースターです。ツッコミ役に借り出されたエビです。さあ早速今回の俺の型を紹介するぞ。技構成はこんな感じ。怖い顔とは、珍しい技を持ってるわね。素早さを2段階下げる技だ。これで世にはびこるダイジェット使いを分からせるのです。持ち物はもちろん気合の助けね。状況によっては多筋座による効果力も狙える、汎用性の高い型だ。いつもの根性フルアタとかじゃないのね。今時根性なんて古いですよ。時代は令和、スマートでクリエイティブなバトルをお見せします。ブースターさん、いやこれ電磁波打ってきたからサポート型に見つけだったし、おにぎり外れてもそこまで痛くないし。早口オタクやめろ。まあいい、相手がサポート型にミッキュならクレドラで攻撃するだけだ。相手は身代わり、今流行ってる呪い方みたいね。ならばなおさら攻撃し続けるのに。この後マシバブ引きまくって負ける未来が見える。未来を極めて、まあいい、未来など俺の毛で変えてやる。セリフだけ主人公っぽい。お相手は身代わりレンタ、しかし主人公ブースターの前では無力。なお8ヶ月ぶりの主人公。その分主人公補正が溜まってるわず、マシバブになんて屈しないんだから。屈するにでお前ふざけんな、絶対動いてやるから何と。ブースターさん、ママもまずピンチにならないと主人公補正は発動しないから。使えない補正だな。安心してください、次こそ主人公の力を見せますので。お相手は呪い、知恵のカウントダウンが始まるわよ。それを乗り越えてこその主人公。主人公かっこ笑。やかましいわ、ここで主人公の真の力を見せ、早く見せろよ。ささか最後に逆転するのが主人公だから。この主人公言い訳しかしない。これが最後のチャンス。ここまで来たら全部マシバブ飛行ぜ。いやだ、せっかくの主役会なのに。いつから自分が主役だと錯覚していた。なんだと。お前はネタ枠だ。いやだー、最後くらい絶対動い一回転生してくるわ。行ってらっしゃい。俺は考えた、なぜあんな醜態を晒してしまったのか。あのバトルで、俺に何が足りなかったのか。そして俺がたどり着いた結論は、根性が足りない。お待たせしました、ここから本編です。ということで帰ってきました、根性フルアタブースター。根性は古いんじゃなかったの。一周回って最新。それはない。ってなわけで戦術を考えていきましょう。俺です。ただ強すぎる。まあでも、鉄火部屋やゴリランダーがきついから、戦術はしましょうかね。やったぜ。そしてブースターのサポート用に、私も出るわ。でもって俺とエイピだけだと、ランドロスやレヒネがきつい。ってなわけで、先発にグレイシアを添えるぞ。グレイシアは添えるだけ。てかこの戦術だと、エースバーンきつくない？俺がなんとかする根性で。絶対無理でしょ。大丈夫だ、根性があればなんとかなる。根性をなんだと思ってるの。根性は全てを解決する。考えが昭和。対戦よろしくお願いするで根性。絶対勝つで根性。次まで根性になるな。さあ相手の先発はランドロスですか。こちらはグレイシアだから、有利対面ね。自分3立ていいすか？ダメです。そんな、とりあえずこの対面は、フリーズドライでいいかしらね。レヒレに交代されても問題ないしな、いいと思うぜ。相手の行動はトンボ返りだったわね。スカーフの匂いがプンプンしますね。てかダメージ入りすぎ。グレイシアさん、すみませんでした。根性が足りないからそうなるんだぞ。根性は関係ないでしょ。根性は全てを解決する。やかましいわ。でもって交代先は誰だろうな。鉄火部屋かエースバーンあたりかしらね。レヒレが来たわ。おっとこれは私のフリーズドライをご存知でない？わからせてやるよ。私の火力をよ。急に調子のルジェン、今回の主役をグレイシアに変更しようぜ。おっとそれだけはダメだ。大丈夫よ、この後1分も経たずにエースバーンにボコボコにされるから。未来を極めて。いやしかし、初手でレヒレが来たということは、相手にエースバーンがいない可能性も。サムネ確認しときます。やめて現実を押し付けないで。さらに現実を押し付けていきます。兵士リ、一緒の勝ち方。強く生きて。環境序盤は、グレイシア最強だったんだが、エースバーンが増えてきて、そこまででもなくなったな。悲しいな。その後ダイマックスも切られて GGL プレイド。グレイシアゴッドワンダフルパーティー。何を言っているの？てかこれ本当にどうするのよ。ダイジェットも積まれたし、私とブースターでどうにもならんでしょ。大丈夫だ、根性で勝つ。黙れ、脳筋。いやそうでもないぞ、ちゃんとした作戦は考えてある。失敗するに5000円。信用なさすぎ。とりあえずグレイシアが倒されたから、エースから言ってもらうぞ。今回の私の持ち物は気合の助け。少なくとも1回は行動できるわ。その行動でやってもらいたいことがあるんだ。それはトリックルーム。なるほど、トリックルームで素早さを逆転すれば、ダイジェットを積んだエースバーンとスカーフランドロスにも先制できる。そしてあとは俺が3立てするだけだ。完璧な作戦だろう。でもブースターに渡せるトリックルームはたったの3ターン。その間に決めれるの。根性でどうにかする。結局脳筋じゃねえか。何度でも言うがな、根性は全てを解決する。いい加減しつこいぞ。ああもう、とりあえずトリックルーム展開。素晴らしい仕事だブラザー。それと相手がアップタイプになってくれたから、マジカル社員で削っとくわ。オーケー、これで完全に準備は整った。ちなみに最後ダイナックルで攻撃上げられたから注意ね。合点承知、EV のスケ。さあ、
やく主人公の登場だ。BGM も変えて盛り上げていくぞ。華麗な三立てでフィニッシュしてやんよ。まあこの動画のオチは爆発オチだけどね。未来オチやめて。まあいい、未来など俺の手で変えてやる。3分半前にも聞いたし変えれてなかったじゃん。俺はもうあの頃とは違う。そう、根性があるから。やかましすぎんだろ。さあ、俺の本気を見せてやる。根性爆発。メガシンカー。覚悟しろ、エースバーン。グレイシアとエイビの仇。トリックルーム中だからいくら素早さが高かろうと俺が先制だ。ブースターさん。いや、こればっかりは仕方ないじゃん。相手攻撃力上がってるし、ワンチャン一撃で倒されるんじゃ。いや、ダイマックスもしてるし、さすがに大丈夫でしょ。とか言いながらいいダメージもらってるじゃない。ダイマックスしてなかったら即死だった。しかしここで倒せなかったのが運の尽き。行くぞ。ダイマックス。いつもより多めに編集しております。これでエースバーンを倒しつつ、攻撃力を上げていくぞ。後ろにランドロスがいるから、威嚇対策にもなるわね。エースバーン、最強の炎タイプは俺だ。それはない。さらに、ここで毒毒玉が発動。攻撃力が当初比 1.5 倍。ダイナックルの効果も含めれば、2.25 倍になるわね。さあ、お次は隠れヒレだ。本来タイプ相性不利な相手だけど、根性は全てを解決する。絶対言うと思った。グレイシアが削ってくれてるし、これなら確実に一撃で倒せる。さらにトリックルームも残ってるからな。多分先制できるはず。でも今回のブースターって、素早さ結構振ってたわよね。相手のレヒレが無不利だった場合、もしかしたら素早さ勝っちゃってるかも。その時は根性で耐える。根性をなんだと思っ。見たか？これが根性の力。無駄に高い特防のおかげでしょ。そして反撃だ。ダイヤー。編集は使い回しでお送りします。よし、隠れヒレ突破。あとはランドロスだけだ。トリックルームはまだ残ってるし、ランドロス相手なら素早さが勝つこともない。問題は威嚇で攻撃が下がることかしら。そんなものは根性とダイナックルの攻撃上昇で勝ち消せる。もはや勝ち確定なんだよな。気合の助け。根性で完成する。ポケモンバトル壊れる。さあ、最後の一撃だ。俺の最高火力技で締めさせてもらうぜ。助けもなかったし一撃、文句なしの三立て達成。いや違うから、急所じゃなくてもちゃんと落とせたから。まあそういうことにしておきましょう。ということで、エースバーン、隠れヒレ、ランドロスというパーティー相手に見事三立てを決めてやったぜ。やっぱり根性は最強なんだよな。まあ今回の三立てはお相手のプレミに助けられた形ですけどね。正直このバトル、こちらの負け筋はたくさんありました。例えばエースバーンとの対面、ダイナックルを選択しましたが、あそこでランドロスに交代された場合、当然倒せないので、トリルとダイマックスのターンが足りなくって、負けてましたね。多分お相手は、隠れヒレで倒しきれると踏んだのでしょう。その甘えがプレミを呼びましたね。つまり今回の勝利は、ブースターの力というより、ブースターが舐められていたこと。これが一番の勝因でしたね。フレアドライブ。はいどうも、いつも通りランクマッチやっていくわよ。今回のお相手のパーティはこんな感じ。ニャオニクスは最近あまり見ないわね。何してくるのかしら。こちらの戦術は、ぶっ刺さってる私が先発。ナットレイとポリゴン2対策にブースターと、隠れヒレとサンダーに強いサンダース。この3匹でいくわよ。さーて先発は誰かしら。ランドロスだったらラッキーね。ニャオニクスですか。このニャオニクスはオスだから、特性はいたずら心。確実に先制で壁を張れることから、起点作り要因として優秀なポケモンね。最近だと、オーロンゲの方が多いけどね。さーて、多分光の壁を使われるんだろうけど、こちらには特に対策もないし、適当にフリーズドライで攻撃するわよ。スキルスワップ、お互いの特性を入れ替える技。よね、いたずら心なんて、すごい強力な特性なのに、それをわざわざくれるって、どういうことかしら。まあ私変化技ないから、意味ないけどね。まあとりあえず攻撃っと。やった、確定に晴れ。持ち物は脱出ボタンだったのね。起点を作ってすぐエースを降臨させる方かしら。と入ってもいたずら心をもらっただけだから、意味は薄いと思うけどね。そして出てきたのはポリゴン2。特性はトレースかダウンロードのどっちかしまって、トレース。うわぁ。誰か助けてー。どうしたグレイシア、 BGM も急に変わるし。あ、ありのまま今起こったことを話すぜ。いたずら心ポリゴン2が目の前にいる。さあ降参しようぜ。やる気ゼロかよ。いたずら心の何がヤバいって、自己再生を常に先手で打たれることよね。ポリゴン2といえば、火力普通耐久鬼の素早さクソザコってイメージだが、その素早さが、いたずら心でカバーされることになるな。とりあえずフリーズドライ。意外とダメージ入るじゃん。急所だったわ。ついでに凍らせろ。チートを疑われちゃう。お相手の行動はトライアタック。まずは様子見ってとこか。マスとか引いたら飯抜きだぞ。そんな、期間は1ヶ月間。実質指定宣告じゃん。よかった、麻痺は効かなかった。次のターンはどうする？フリーズドライじゃ削りきれないぞ。さっき相手がトライアタック打ってきたから、それを読んでミラーコートで大ダメージを狙う。
降参しよう。いやだー。帰ってポケパネするー。3DS に逃げるな。身代わりも持ってるのか。恐ろしい方だなこれは。いたずら心ポリゴン2の召喚方法といい、お相手には警告しかないな。とりあえず身代わりがあるなら、フリーズドライで攻撃し続けるしかない。なんだかんだあって、ここまで削れました。ここまでやっても先制で回復されるんだもんな。てかお前氷のつぶてあるじゃん。それで先に倒せるんじゃ。私の氷のつぶて、ポリゴン2相手に、7から9ダメージ。7から9ダメージ。やめとこうか。しかし、自己再生をしてくるのはほぼ確実だから、この隙に交代するわよ。もちろん繰り出すのはこの俺だ。ポリ2程度、バカ力で一撃で倒してやんよ。なおこちらが現実になります。やめてください。確定に初すら取れんのか。傷をえぐるな。いやしかし、あの体力なら急所とかで倒せるかの。身代わりされたわ。全員知ってたぞ。てかこれさ、攻撃力下がっちゃうからもう無理じゃん。バカ力なんてゴミ技使わないでエンファイト覚えろよ。言わせんな恥ずかしい。本当に恥じるべき。ウエンジは覚えるのに、はい絶対言うと思った殺す。純粋な殺意。まあとりあえずバカ力で攻撃力が下がっちゃったから、一回交代するかな。マジでどうやって倒すんだこのポリ2。この後いろいろあってこうなりました。待ってこれ私死んでない。死んだよ。転生先はレースボスがいいです。氷タイプなんだからせめてグリザボスにしろ。さてここからの作戦だが、俺がダイマックスしてゴリ押しします。まあやっぱりそれしかないんだよな。バカ力は攻撃力下がるから連発はできないが、ダイマックルならむしろ攻撃力が上がる。そうして積んでいけば、ポリ2も突破できるかもということか。俺の火力の底力を見せてやるよ。さあ行くぞ、皆様もご唱和ください。根性爆発。ダイマックス。さあいたずら心ポリゴン2相手に、どこまで通用するか。今相手の HP はそこそこ削れてる状態。ここは回復して狂わず、ダイマックルは、一発当たりの威力は低い。一回無償で攻撃を上げれるのは大きいな。それじゃあ行くぞ。もらいです。ダメージは3割弱ってところか。まあ十分だ。さらに攻撃力も上昇。次以降のダメージに期待ができるぞ。さあ次のターン。こちらの選択はもう一度ダイナックルだ。お相手は自己再生。回復連打でしのぐつもりのようだな。俺の火力相手にどこまでそれが通用するかな。さあ2発目だ。食らい上がれ。ダイナックル。いつもの編集使い回し。よし、半分持っていった。これは受け切れてないな。いけるかもしれんぞ。さらに次のターン、お相手はまた自己再生だ。こちらももう一度ダイナックルか。いや、ダイナックルよりこっちの方が火力が上がるわず、なんならこれで突破できないかな。ダイダーン。なるほど、晴れにすることで、次以降のフレアドライブの威力を上げる作戦か。さらに、抜群ダイナックルより、リッチダイバーンの方が威力高いからな。ダメージもこの通り、これなら次のターン自己再生されても、フレアドライブで倒せるか。疑問符つけてんじゃねえぞ、俺の本気を理解してないようだな。ポリゴン2など、ブースターの敵にあらず。フレアドライブさあ、やったか。よっしゃー。おーマジか、ポリゴン2突破。いたずら心だろうが関係ねえ。俺が、最強だ。お前こう使いすぎじゃね。しかし一難去ってまた一難。ポリゴン2をやっと倒したと思ったら、後ろに順天が控えてました。安心しろ、今回の俺はスカーフ持ちだ。サンダーの上からフレアドライブぶち込んでやるぜ。いやしかし。ほら、お相手まだダイマックス残ってるんだよ。いくらブースターの火力が上がってるとはいえ、さすがにダイマしたサンダーを一撃で落とせることはないだろ。せめて俺の電気技の圏内に入ればワンチャンか。舐められてるな。よ、俺様の火力を、舐めるんじゃねえ。バカ力。お前、まさか。見たか。これこそが、俺様の本気なんだよ。ブースターもうお前が最強だよ。そして俺はフレアドライブの反動で倒れる。あとは任せた。そりゃダイマックスしたサンダー一撃で倒せばそうなるわ。その後残ったニャオニクスとの1対1になったが、追い詰めた段階でお相手が降参、俺たちの勝ちだ。いたずら心ポリゴン2には驚かされたが、クイズ統一だって負けてないんだよ。お相手の方、対戦ありがとうございました。そして、ここまでのご視聴、ありがとうございました。マジで転生してんじゃん。ひぃ。1月10日は記念すべきブースターの日。強さも可愛さも最強のこの俺様を存分に崇めるがいいさ。と入っても相変わらず編集が遅くてブースターの日から1週間近く経ってるけどな。反省はしてる。まあいい、今日の俺は気分がいいからな。許してやるよ。ありがたき幸せ。ところで一つ質問なんだが、なんで1月10日がブースターの日なんだ。シャワーズの時みたいに図鑑番号が関係してるとかかな。唯一王だから。唯一王だから。根性フレドラバカ力。唯一王とは、ブースターにつけられているあだ名もトイスラング。このあだ名がついた原因はありえないレベルの不遇さにあり、不遇ポケモンは数あれどブースターの不遇ぶりは常軌を逸していたほど。
なおこの手のスラングを嫌う人は一定数いるため、冷やかしなどでこの故障を使うのは控えましょう。ちくしょう、何がブースターの日だ。また唯一王とかおりやがって。こうなったら俺様が大活躍するバトルをとっとと実況してブースターの強さを見せつけるっけないよな。お待たせしました、ここから本編です。ちなみにリーティアの日は6月18日だよ。由来は名前からの語呂合わせですね。まともすぎて切れそう。そんなこと言われましても、あ、バトルの方は魚のラゴンと僕の対面だよ。今回の僕は D 特化の物流家だし有利対面だね。宿りに外して爆発落ちまで読めた。今すぐ交代してエラ神の餌食にしてやろうか。ごめんちゃい。さてバトルの方はエラ神をしっかり耐えて宿りを終えたよ。半減と早え、魚のラゴンのエラ神をここまで抑えられるのか。 D 特化の僕にかかれば乱数3発ってところだね。ちなみにブースターだと確定4匹くらいいる。その情報、さて次のターンだけど、ここは相手は交代してくると思うですよね。エラ神じゃリーティアを倒せないのは確定してるし、宿り火もあるからな。ということでここは交代読みで宿り火の種をもう一度使うよ。宿り火外して爆発落ちまでよ。ごめんちゃい。む、交代先はポリゴン2ですか。ダウンロードで特攻が上がってしまう上に冷凍ビームがあるだろうから一点不利対面だな。ちなみにリーティアの特攻はブイズの中で最も低く、まさかの EV の時と変わらないという悲しみを秘めているぞ。いる、その情報と、とりあえず宿り火は植えれたから、次のターンは冷凍ビーム読みでブースターに交代するよ。オッケー、任せろ。さあ、ようやく主役の登場だ。キッチでやる。この世から、一匹残らず、何よ、俺を唯一王と呼ぶ輩たち。ジェンジェン、それとウィンジと火だるま。ジェンジェン、お、読み通り冷凍ビームだったな。もちろん余裕で耐えていくぜ。ブースターって無駄に特防ばっかり高いからな。これなら食べ残しと宿り火の回復で間に合いそうだ。そうだね、回復ソースが二つもあるのはやっぱ強って。え、食べ残し？そうだぞ、今回の俺の持ち物は食べ残しだ。いやいやいや、おかしいでしょ。ブースターといえば普通の持ち物は、こだわりスカーフとか毒毒玉とかじゃないの。じゃないの、って言われても、今回の俺は普通の方じゃないからな。サムネでわかるだろ。そういうめたい話はいいんだよ。そしてこれもサムネでわかることだが、今日の技構成はこんな感じな。自分の種族値知ってる？ A130 だよ。種族値の無駄遣いは夜チャンネルあるあるだから。もうやだこのチャンネル。さてこのターンは、交代読みも兼ねてアクリを使っていくぞ。宿り火もあるから交代するかと思ったけど、居座ってきたね。まあそれはそれで好都合だ。どうせポリゴン2に俺を倒せる技はないしな。そんなお相手が撃ってきたのは放電。3割の確率で麻痺になっちゃうね。なに安心したまえ、3割なんて引くわけがない。なんてったって今回はブースターの記念動画だからな。自爆するしかねえ。ということでここからは代わりの実況役としてウィンジさんをお呼びしました。待って、それだけはダメだ。まあ麻痺を引いたところで問題ない。結局体力はほぼ満タンだしな。そしたら次のターンはどうする？さすがに交代してきそうだけど。次のターンは炎の渦だ。居座ってったら美味しいし、交代されても後続に負担がかかる。今回のブースターは炎の渦による固定ダメージやバインドを利用する方だからね。炎の渦は積極的に使っていっていいでしょう。てかこれ自分で解説してて思ったけどさ。うん、どうした？この方ってシャワーズの渦潮でも同じことできるん。いいか、この世には気づいたとしても言ってはいけない言葉があるんだ。あ、はい。さてそんなこと言ってるうちに、お相手は魚のラゴンに交代してきたな。炎の渦のダメージはしょっぱいけど、ターン終了時に8分の1は削れるし十分でしょう。そして当然俺は魚のラゴンの相手はできないから、次のターンリーティアに交代するぞ。確定4匹だもんね。全くその通りだよ。それじゃあ僕の再登場、魚のラゴンの攻撃受け切っちゃうよ。このサイクルなら俺がポリゴン2、リーティアが魚のラゴンを受け切ることで有利に進められそうだな。宿り火とか炎の渦でダメージも与えられるしね。実況的には代わり映えがしなくてつまらないんだけど。そういう埋めたい話はいいんだよ。あ、次のターンは HP も減ってるし、一度光合成で回復するよ。よっぽどのことがない限り魚のラゴンに倒されることはないだろうしな。そうだね、よっぽどのことがない限りポリゴン2に交代とか。リーティアさん、なんでしょう。ユエゴンは勝手に殺すな。いやいや、だっていくら D 特化のリーティアとはいえ、ウオモラゴンのダイマックス技は厳しいだろ。なめるな。よ、僕の物理棒よ、なめるな。お、マジで耐え上がった。ははこの僕を1等倍程度の物理技で倒せると思うな。リーティアの防御力は VZ1 位、なお特殊防御は再開。黙らっしゃい。あ、ここの技選択光合成だったので次の攻撃も受け切れそうだね。光合成連打してるだけでダイマックスさばけちゃうのか。これが D 特化リーティアの力よ。今日の主役って俺だよね。多分。次のターン、僕の硬さに絶望したお相手は即交代を選択。ダイマックスを実質無償で消費させた。これは大きいな。交代先はまたポリゴン2ですかね。いや、ハッサムが出てきたな。お相手の3匹目だ。む、物理型だけど相性不利なタイプか。どうする、また俺に交代するか。いや、ここで相手が使ってくる技はおそらくトンボ返り。ブースターに交代するとむしろサイクルが不利になりそうだね。なるほど、不利対面だけど居座った方がいいのか。まあそれと万が一ハッサムが始末とかだとブースター3半分近く持ってかれちゃうから。やだ、私の防御力引きすぎ。てなわけで甘えるで火ダメージを抑えつつ居座るよ。ハッサムは素早さ低いし、先に攻撃力を下げれるわけか。ただ一致抜群だとそこそこダメージもらっちゃうんじゃ。まあ確かにある程度は食らっちゃうね。ざっと乱数3発ってところ。お前本当に硬すぎん。
もうほとんど僕が主役だし、サムネ変更しときます。こんな感じで。やめてください。こっちもサムネの方が伸びそう。やめてください。さて、交代先はもちろんポリゴン2ですね。それならば今度は俺の出番、特殊技を受けに行くぞ。ちなみに特殊受けってだけだったら、今回直近ニンフィアさんも選出してるわけなんですけども。私の出番欲しいです。黙れ俺が行く。じゃ、ニンフィアさんの次回作にご期待ください。さあポリゴン2の行動は放電、これなら問題ないな。次のターンはどうする？そろそろ勝負を仕掛けたいところだけど。とりあえず相手の選出を考えると、結局俺を倒せるのって、ウオモラゴンだけなんだよな。そっか、相手のラスト、ハッサムだったもんね。だからウオモラゴンが出てくるタイミングでアクリを入れて、無理やり交代させる。出てきたポリゴン2かハッサムを、炎の渦でキャッチする。この作戦で勝てるはず。なるほど、ウオモラゴンが眠ってくれればそれはそれで美味しいからね。ということでこのターンは、ウオモラゴン交代読みでアクリを使っているぞ。お、読み通りウオモラゴンが来たね。オッケー、これでアクリが入る。あとはさっきの作戦通りに行けば勝てるぞ。そうだね、作戦通りに行けば。つまりマシバブを引かなければ。やめて怖いこと言わないで。それと炎の渦の命中率は 85% です。やめて不安要素を増やさないで。つまりマシバブ回避と炎の渦命中が両立する可能性はざっと6割。優勢、当てればいいんだろ当てれば。今回の主役たる俺ならそれくらいできるはず。まあそもそも交代してくるかどうかもわからないしね。そうだな、だが一応技選択の方は、交代前提で炎の渦を選択するぞ。さあお相手の選択は。お相手はウオモラゴン交代、交代先はハッサムだよ。ハッサムなら炎の渦当てればほぼ勝ちだ。お願いブースター、あんたが今炎の渦を外したらニンフィアとの約束はどうなっちゃうの？それ上脳機質のやつだろ、ふざけんな。よし、半分近く削れた。これならニンフィアの攻撃も受けきれないだろうし、ほぼ勝ちだろう。そしてここでお相手の心が折れたようで、コウさんが選ばれました。はは、俺とリーフィアの2匹だけで完封してやったぜ。物理技がないブースターでも、意外と戦えるもんだね。まあ泥かけとか身代わりとか使ってない技もあるし、今回の型の強さを全部見せれたってわけじゃないんだよな。そっか、炎の渦のバインドも、そこまで活用できてたわけじゃなかったしね。だから個人的には、ちょっとだけ不完全燃焼かな。ということで次回もブースター会です。本当は2000分1本の動画にしたかったけど曲が足りなかった。そんな次回の動画では炎の渦ブースターの本領発揮、相手の耐久型を逆手に取り最悪っぷりを見せつけていきます。ニンフィアとのコンビも健在、そして今回出番もなかったニンフィアの活躍も、そしてラストには奇跡の展開が。また来週の日曜ぐらいに投稿しますのでお楽しみに。最後にその来週の動画のサムネを公開して終わります。ご視聴ありがとうございました。前回の雨火事、これはあらすじ、逆じゃね。自慢の攻撃力をして炎の渦を中心とした外役型でバトルに挑むブースター。しかしそのバトルでは一緒に選出されていたリーフィアの活躍の方が目立ってしまい、コメント欄がグッコリーフィア可愛いで溢れる始末。みんなありがとう、本当に出せない。そんなこんなで今回も同じ型でバトルに挑むブースター、今度こそ主役にふさわしい活躍を見せることができるのか。今回ブースターです。デュエルスタンバイ。お前ら本当いい加減にしろよ。はいどうも、今回も主役のブースターです。今度こそ外役ブースターの力を余すことなくお届けしなくてはな。さあそんなブースター様の被害者になるのはどこの。今君に君に恋はする。いねえわ、これが本物の BL。 そうだってか、やかましすぎんだろ。ということで今回のバトルは俺が相手するぞ。ブースターの主役会らしいから全力で邪魔してくれんよ。性格悪すぎんだろ。本気役タイプかな。まずは様子見、守るからだ。む、守るを搭載してるってことは、お相手のサンダース、早足型だな。守るで確実に火炎玉を発動させて、素早さを上げる型だね。次のターンから俺の素早さは跳ね上がる。この速さについてこれるものはいまい。え、てかそれよりさ、ブースターお前、俺が守ってる間何してきた？何って、炎の渦だよ。どんな技採用してんだこいつ。そっか、サンダースは今回のブースターの型知らないんだったね。とりあえず技構成はこんな感じだから。でも狂ってんのか。このチャンネルの木が狂ってるのはいつものことだろう。確かにそうだけど、こんな狂ったやつの相手なんかしてられるか。俺は手持ちに帰らせてもらう。典型的死亡フラグで草。12分後くらいには死んでそう。死亡フラグじゃないやい。さてそんなことより、ボルチェンで交代した先は誰だろうね。こちらの技選択は炎の渦。誰が来ても固定ダメージとバインドが入るぞ。交代を封じたところを、アクビや泥かけで嫌がらせするのが今回の方だからね。性格悪すぎんだろ。出てきたのは妙か。まずは炎の渦を食らごめんちゃい。許しません。そんな。
ということで使えないブースターは引っ込めて、僕と交代するよ。炎の渦が当たってれば、身代わりで様子見とかしてもよかったんだがな。どっかの誰かが外したからね。ごめんて、しかしその交代は読めてるぜ。毒毒だ。うっぱ、猛毒状態になっちゃったよ。誰かさんのせいで。すっぽいね荷物やん。残ったメスは怖いぞ。まあ毒毒はもらっちゃったけど、体力に余裕はあるし、次のターンは宿り火の種を使おうかな。そうだな、さすがに草タイプ相手だと、無音も交代してくる可能性が高く守って毒ダメージ稼ぎます。うっさ、ほんときもい。フェーズの恥。ポテコの劣化。愚か水割れすぎて泣いた。さて、次のターンはさすがに交代するぞ。こちらは宿り木連打。交代先に宿り木を終えれるね。交代先はアローラ球根か。相手の戦術が全て割れたな。アローラ球根にはブースターが、無王に対しては僕が圧倒的有利だね。うまいことに有利対面を作って、どこかで炎の渦で跳ねたいところだな。言っとくけど、もう炎の渦外さないでよ。次外したら怖いからね。でかすぎんだろ。待って、俺まで巻き込まれそう。次のターン、予定通りブースターに交代するよ。オッケー任せろ。体力が少し削れちまってるが、半減の技くらいなら受けれるわず。ターン終了時には、宿り火の回復もあるからね。こっちもブースターへの交代は読めてる。オーロラベールで様子見だな。オーロラベールか、こちらがアタッカーだったら面倒な一手だったが、こっちからがチバチの陰キャだぜ。最高火力は炎の渦。本当に何なのお前ら。さて次のターンの行動だが、この対面なら炎の渦一択だな。居座ってくれれば美味しいし、交代されても固定ダメージとバインドがかかるからね。外してくれてもいいんだよ。嫌だよ、こっちから命がかかってんだよ。動画を爆発落ちで終わらせようぜ。いやだよ、よし、当たったぞ。無王に炎の渦がかかったね。これでしばらく交代はできない。しかも無王は俺より遅いからな。大悪型の本領を発揮できそうだ。一体何が始まるんだ。ところでさ、今あられが降ってるじゃん。うん。それでブースターも相手の無王も、食べ残し持ってるじゃん。そういえばそうだったな。しかも炎の渦までしちゃったし。何が痛いんだ。ターン終了時の処理がめちゃくちゃ長い。わかる、半分以上お前らのせいなんだが。さあ、まずは身代わりを使うぞ。さっきのこの対面では毒毒を打ってきたからね。補助技を引かせれば大きいよ。うぐ、こっちの選択は自己再生なんだよな。一応相手視点だと、ブースターの技は炎の渦しか見えてないからね。他の攻撃技を警戒したのかな。そりゃまさかこんな方だとは思わねえだろ。正直それはわかる。まあともかく身代わりは残せたわけだし、次のターンはどうする。アクリで眠らせてもいいんだが、無王を眠らせてもそこまで美味しくはないんだよな。だから泥かけで運ゲーを仕掛けることにするぜ。お待たせしました、ここからクソゲーです。本当にやめてほしい。てなわけで早速泥かけ。命中率が下がる中、攻撃を当て続けることができるかな。あ、命中率戻したくても交代はできないからよろしく。やってることが完全に悪役のそれなんだけど。このワッタイプかな。む、最初の熱湯を当ててきたか。一段階下がった状態の命中率は 75%。 まだ当たってもおかしくはない数字でしょう。いいぞ無王、そのまま当て続けるんだ。しかしこちらはまだまだ命中率を下げれるぞ。次のターンも泥かけだ。身代わりしとかなくていいの。無王程度の火力じゃ俺は倒されないからな。だったらとっとと命中率を下げに行った方がいいという判断だ。本当に大悪すぎるんだよな。それでハセカンと泥かけタイム。この時点での命中率は通常の 60%。 外れてもおかしくはない数字になってきたね。だが残念、うちの無王は外さないんだよな。お前の無王のビタだったりする。特性は怠けですかね。のびたはポケモンじゃないよ。しかし生体ダメージをもらっちゃったね。さすがに一致抜群技は厳しかった。しかし食べ残しのおかげでもう一回身代わりを使える。もう一回運営できるドン。運営に取り憑かれすぎじゃないですかね。さあ、この身代わりに 60% を当てれるのか。こちらは自己再生を選択。え、このターンから炎の渦が切れて交代できるようになるからな。もう運営に付き合う必要はない。次のターン交代するだけだぜ。確かに炎の渦の有効ターンは5ターンだけ。ちょうどこのターンで切れることになるね。もしかして泥かけ運営意味なかった。そうだよ、無駄に自分の体力減らしただけだったな。自爆するしかねえ。運営中の夏のか。汚い花火だぜ。というわけで交代します。あ、せっかく下げた命中率が戻っちゃった。まだだ。うん、まだ俺の運営は終わっていないぜ。人みたいなセリフでエコー使わないでほしい。ここでも技選択は泥かけ。次は球根に運営を仕掛けてやんよ。あられ降ってたら吹雪が必中なんですが。それはやってみなきゃわかんねえだろ。わかるから言ってるんですが。アニメでも命中率 100% の技避けまくってるじゃん。あれはそういう世界なんだよ。いい加減飽き。はい、脱出ボタン発動。わざわざ相性不利な球根から繰り出したのは、これで泥かけも炎の渦も無効化できるからだぜ。完全に対策されててきた。もう一回自爆してこようかな。交代先はこの俺だ。ボルチェンで身代わりを破壊しつつ、無王に繋ぐぞ。あ、もう完全に無効のペースだよ。どうするのさ。いや、むしろこれは好都合かもしれんな。うん、どういうこと。相手の作戦はさっきサンダースが言っていた通り、ボルチェンで身代わりを破壊しつつ交代して、無王か球根でとどめを刺す、といったところだろう。まあ確かにそうだろうね。ということはだ、ここでアクリを選択すれば、無王か球根にアクリが入る。その状態で次のターン俺を倒しに来れば、相手は眠ってくれる。なるほど、そうすればこちらの後続を、眠ってる相手と対面させられるわけだね。よし、この作戦で行くぞ。一応これ実況動画だから。一応。
まあいい、とりあえずボルトチェンジだ。オッケー、読み通りだ。これで交代先にアクビが入る。交代先はどっちが来るだろうね。こっちの体力はほとんど残ってないし、球根が出てきてもおかしくないが。いや、ここは無王だな。お相手だいぶ慎重だね。一応こちら視点では炎の渦泥掛け身代わり以外の技が分かってないからな。何よりこのブースターの得体が知れない。寄せ相手レル止めてねえんだよな。さてそんなこと言ってるうちに無王にアクビが入ったよ。この後の行動も正直悩ましいんだよな。素直に倒しに来てくれるといいが。確かに眠りを嫌って交代されると面倒だね。交代読みでアクビ連打でもいいが、そうした場合サンダースに対して意味がない。サンダースはすでにやけど状態だからね、眠りにはならないよ。てなわけでここは泥かけでいきます。お、居座ってきたな。これで短終了時に無王は眠る。眠った無王とこちらの後続が対面できるね。エキトラそのブースターがうざすぎるからな。とっとと倒したいんだよ。寄せ相手レル、だから褒めてねえっての。さて、予定通りブースターが倒されたよ。次は僕が出ようか。いや、こっちのラストのポケモンを出そう。勝負を仕掛けるぞ。こっちのラストって私だ。あ、前回の動画で映像がバグってた人だ。あれは本当に許されない。というわけで皆様お待たせしました。ミンティア様の出番です。前回の動画では悲しい扱い受けてたからね。うん、だからあの動画の後、うつむしにはゴムラッシュをあげてたよ。なんだこの地獄絵図、うつむしさんご終章様です。てなわけでバトルの方でもストレス発散。まずはハイパーボイスで。無王は比較的特防は低めだ。いいダメージが入るんじゃないって。いや、久々のバトル、楽しいね。オタクの人気屋さん怖すぎるんですが、気分ですね、僕もそう思います。とにかく一体突破、残りはサンダースと球根だよ。その2体も倒しちゃうよ。なんてったって今回の私は突撃直帰持ち、特殊型のサンダースや球根には有利だね。直帰人気屋か、確かに突破は難しいが諦めんぞ。こっちの次の行動はどうする？どうするも何も、ダイマックスで攻める一択でしょう。ダイマックスはなるべく HP が高い時に切った方が効率的だしね。まあ確かに一理あるな、なんならそのまま勝てるかも。気になるのは、相手にもダイマックスが残ってることかな。そんなの関係ないよ。この私が蹂躙して勝ちさ。行くよ、渾身のダイマックス。相手はダイマックス切ってないぞ。何か作戦があるのかな。ふふ、ここでのダイマックスは読めていた。守るだ。守る。しまった、ダイマックスのターン稼ぎか。そうだ、ダイマックス同士の打ち合いなら確かに人気屋に軍配が上がる。だがそっちのダイマックスを先に枯らし、こちらが一方的にダイマックスできるようになれば、素の人気屋対ダイマックスサンダースという状況に。そうなれば勝てる可能性はあるだろう。幸いそっちのラストは特防が低いリーフ屋だしな。人気屋さえ倒せれば勝ちだ。なんかすごい白熱してきたな。ふん、私さえ倒せれば勝ちってことは私を倒せなきゃ負けでしょ。ダイマックスを使わせる前に壊滅させてやんよ。次のターン、ボルトチェンジで交代。これは、球根を捨ててダイマックスターンを稼ぐ作戦か。お相手はダイマックスを、サンダースに使うつもりみたいだね。誰が来ようと関係ないよ。大フェアリーで粉砕するだけ。球根って割と特防高めだけど、倒せるのか。この私を何だと思ってるのさ。と呼んで破壊神ニンフィア。初めて聞いたんだけど、この私の大フェアリーを受けて立っていた者はいる？あれ？え？ニンフィアさん。破壊神さん。やっちまったぜ。はは、この土壇場でリアル出す人は、無王の命中率の件といい、完全に勝利の女神はこちらを向いている。さあ、球根、女神に感謝してオーロラベールだ。うっわ、壁まで張られちゃった。サンダースの突破がさらに難しく。とりあえずダイバーンで晴らしときますね。オーロラベール張られた後なんだよな。球根出てくるタイミングでダイバーンを捨てればよかったんだけどね。よし、球根突破。でもこっからどうするんだ。ダイマックスも切れたし。相手にはダイマックスもあればオーロラベールもある。絶体絶命だよ。絶体絶命どころか負け確なんじゃないですかね。あ、降参ボタンなら右下にありますよ。あの黄色は調子に乗って上がるし。いや、まだだ。まだ勝ち筋はある。え、こっからの勝ち筋、そんなものあるのか。相手はオーロラベールがあり、さらにダイマックスもする。実質耐久4倍だ。とてもハイパーボイスで削り切ることは。そう、削り切ることは難しい。だったらここからの作戦は、攻めではなく受けに回るべき。受けに回る、どういうこと？ここにマジカルフレーム、という技があるじゃろ。マジカルフレーム、確か追加効果で特攻を下げる技。待てよ、特攻を下げる。そう、ここはマジカルフレームを選択し、特攻を下げつつ攻撃。これならダイマックスをしのぎつつ、体力もじわじわ削ることができる。なるほど、特防が高く突撃直帰も持っている、ニンフィアだからこそできる戦法だね。つまり、俺の火力とニンフィアの耐久力、その勝負というわけだな。その通りだよ、さあ来い。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぞ。大戦だー。64ダメージ、さすがニンフィア硬いな。でもこれでエレキフィールドが全開、次以降のダイサンダーの威力が上がっちゃうよ。そのためのマジカルフレームよ、特攻ダウンで相殺させてもらうわ。まあ仕方ないな、これは甘んじて受けよう。しかしいくら特攻を下げたと言っても、体力的に受けられるのはあと2回、いや1回か。受け切れてる間に倒せればそれでいいけど、おそらく厳しそうだね。そうしたら最後の削りを、リーフィアに任せることになるかもな。え、僕？サンダースの特攻はニンフィアが下げてくれるから、特防が低いリーフィアといえど一度くらい耐えるだろ。そう、EV の時から特防が進化していないリーフィアでもな。この話前回もしたでしょ。とにかく私にできることは、少しでもマジカルフレームを当てること。この第3ダーは耐えるよ。残り体力47か、乱数次第でもう一発耐えるか。一応ワンチャンありそうかな。だから次のターンは電光石火ではなく、マジカルフレームを使うよ。頼んだよニンフィア。
さあサイダース、勝負だよ。こっちだって負けるわけにはいかない。全力のサイダース。あ、リンピア。ダメだったか。ごめんよリンピア、あとは任せた。全くしぶといやつだったな。ダイマックスを真正面から一撃で裁くとは。ダイマックスも切れた。あとはリンピアとの一騎打ちだぞ。緊張してきた。状況を整理しよう。おそらくこの1ターンで勝負が決まる。まず前提として、相手のサンダースが先制するよね。そうだな、リーピアの揚力素も発動してはいるが、素早さの振りな上に、相手のサンダースは特性早足、基本的には抜けないだろう。ということは、一発は絶対耐えないといけないね。そうだ、リーピアの特防は低いが、相手の特攻も2段階下がっている。十分可能性はあるぞ。ただ一つ、怖い技があるよね。今は天候が晴れだし。確かにあの技があると、さすがに耐えるのは厳しいか。そこは祈るしかないな。そして耐えた後、こちらが使う技だけど、サンダースの残り体力的に、宿りにプラスやけどでは倒せなさそうだな。ということは、ダメマシンガンを使うしかないね。ダメマシンガンは当たる回数が安定しないから不安だよな。さらに今回のリーピアは攻撃も不利、そして相手の場にはオーロラベールが残ってるときた。おそらくダメマシンガンを、4回以上当てることが必須だろう。確率は低めだけど、やるしかない。なんだ、何がおかしい。いや、お前たち、怖い技があるって言ったよな。それがどうしたのさ。持っていたら、なんて、家庭の話をするから面白くてな。な、お前、その言い方は、最初から警戒しとくべきだったんだよ。この俺が、あのユンコンと同じパーティーに入っている、その時点でな。まずい。さあ、クラウダイ、お望みの技、メガボールだ。天候が晴れの時、メガボールは威力100のこの技、リーピアには耐えれない。リーピアー。まだ、あら、使えない。リーピアの先だと。危なかった。すごいぞリーピア。こんな奇跡、一度で終わりだろう。ダメマシンガンさえ避けてしまえば。まずは1回、2回目、次から勝負だ。3回目、そんなバカな。そしてこれで、とどめだ。お前に負けるなら悔いはないさ。やった、勝ったよ。おう、そうだな。まあこれも俺の力があってこそ。ニンフィアー。お、勝ったんだね、すごいじゃん。ニンフィアのマジカルフレームのおかげだよ、ありがとう。いやいや、リーフィアも頑張ったんでしょ。リアルタス騎士からしいじゃん。えへへ、どうしても勝ちたくって。もうこれは盛大にお祝いしなくっちゃね。ケーキ買って帰ろ。そうだね、イチゴがたくさん乗ってるやつがいい。よし、お姉ちゃん奮発しちゃうぞ。あれ、この動画って俺が主役じゃなかったっけ。男には負けられない戦いがある。それが今さ。どうも、V図界のオウコトブースターです。今回は V 図統一同士の対決だ。つまり俺の大活躍のチャンス。まあ確かに V 図統一同士の戦いではブースターは唯一活躍しやすいよね。唯一っていうな。あ、だから唯一王なのか。やめろ。とにかく相手にはシャワーズもいないし、俺が華麗に3立て決めて勝ってやんよ。ここでサムネとタイトルをご覧ください。どう見てもブースターがやらかして負けました。ありがとうございました。まだわかんないだろ。サムネとタイトルのフラグなんてぶち壊す。そんな完璧なバトルを見せてやんよ。不安だな。選出は、先発にニンフィア、後続に俺とシャワーズで行きます。ブースターに出番を与えないように頑張ります。モチベがおかしい。実際 V 図統一同士の戦いでは、私も十分強いんだからね。しかも今回は瞑想型、ガンズにしてれば勝てるでしょ。お相手も先発はニンフィアだし、確かに積んでいけそうだな。ニンフィア勝てる。ニンフィアの薄い本をください。お相手は光の壁から入ってきたな。関係ないね、瞑想さえ積んでしまえば壁なんて貫通よ。ただ光の壁ということは、あくびなんかも持ってそうか。あまり悠長に積んでるとまずいかもな。その時は大フェアリーしちゃえば問題ないでしょ。次も瞑想行きます。お相手は交代を選択。アクリはなかったのかな。出てきたのはエイフィ。物理で攻めてくるブースターやリーフィアじゃないなら安心。でもエイフィだとサイコショックがあるだろ。瞑想積んでるだけじゃ受けきれないぞ。まあ一回も積んでないショックくらいなら余裕だし、一方怖いのは相手にも瞑想を積まれること。なるほど、瞑想の積み合いになればさすがにサイコショックがある相手が有利だからな。なのでここはダメージを与えつつ特攻を下げることができるマジカルフレームで攻めるよ。瞑想されたとしても特攻アップを打ち消せるわけか。このチャンネルにあるマジキ IQ 高めの解説をしてしまった。やっぱり私ったら天才。ちょっと待ってください。ここでまさかのこだわりトリック。これでニンフィアはマジカルフレームしか打てなくなった。流れ変わったな。やかましいよ。まあ瞑想で固定されるよりはマシだし、マジカルフレームでも結構ダメージ入るし。確定に初ですらないんですが。いいの、スカーフってことは瞑想や朝の日差しはないわず。このままマジカルフレーム連打で勝てますよ。本当かな。本当ですよ。そしてそのまま3立てを決めるのです。やっぱり私ったら最強。ちょっと待ってください。
自己暗示は相手の能力変化をコピーする技。ニンフィアは瞑想を2回積んでたから、その分の能力上昇を AP も持つことになるぞ。おかしいよ。なんでスカーフなのに自己暗示なんて持ってるのさ。ダイマックスで無双されそうな時に切り替えてたりするから、あながちありえないわけじゃないぞ。やめなさい。そしてやはり飛んでくるサイコショック。火力も上げられてるから受け切るのは無理。これは完全にニンフィア無双ルートは消えましたね。嬉しそうだな局長。この不幸は蜜の味なんですよ。ゲッすぎる。ゲッターが。何その略称。せめて最後に特攻だけ下げとくわ。ご苦労。うっそ。帰ってオリンピックに解きます。実況はして。てかマジであの AP どうするの。特防上がってるからシャワーズじゃ倒せないだろうし、スカーフブースターくらいしか勝ちすぎなくない。本陣は全てを解決するが。やっぱ独特玉かよ。まあここはシャワーズから行ってもらおうか。いやいや、いくらシャワーズのドラゴンでも倒せないって。なに、別に倒してもらうわけじゃないさ。どういうこと。どういうことって、前回の動画見てないのか。前回の動画って、まさか。そう、今回もシャワーズの持ち物は空振り保険。そして願うはただ一つ、外せ。勝ちました。すごい運命を見た。これでシャワーズの素早さが2段階アップ。これをバトンタッチで俺に受け継いでもらえば。ちょっと待って。素早さが上がってる分先行バトンになっちゃうよ。そうすると AP の攻撃を受けるのはブースター。ブースターのクソ雑魔ネクジ耐久じゃ受けきれない。言い過ぎでは。そんな甘さにはこの保険。うわ、びっくりした。前回の動画では紹介できなかったけど、私はタケルを覚えているのだ。タケルは防御が2段階上がる技だ。なるほど。これを積んでからバトンすればブースターでもサイコショックを耐えられる。そうなんですよ。こんなサポートもできちゃうんです。すごいでしょう。てなわけでお二方、ぜひ空振り保険を使ってみませんか。今ならお安くして 15DP で。いや、自分命中低い技使わないんで。右に同じく。バトンタッチして帰ります。栄養するならグレイシアあたりにすればいいのに。偶然論。さて、バトンタッチで登場するのは当然この俺。これで防御と素早さが2段階ずつ上がった状態が引き継がれる。弱点が全てカバーされた。究極完全体現した頭の爆弾だ。グレイトモスかな。お相手の AP は引き続きサイコショック。防御が上がってるおかげで余裕で耐える。違うが、ほら、しっかり余裕を持って耐えたぞ。これで舞台は整った。ダイマックスも使って、華麗な三立て劇場の始まりよ。素早さが上がっているおかげで、AP にも先制できる。根性が発動しているし火力も十分。お、一撃。まずは一撃、最高に入ってやつだ。お相手はニンフィアカムバック。ブースター相手にできることは少ないと思うけど。そりゃそうだ、シャワーズもいなけりゃこの俺は倒せねえだろうな。完全に調子乗ってるな。ふむ、ニンフィア相手なら大スキルでも十分だが、ここはド派手に一発いっとくか。ちょ、さあ覚悟しやがれ。バイバーイ。あ、やっちゃったよこの人。はは、体力満タンからの一撃。もう俺は誰にも止められねえ。あ、ラストはリーフィア。三立て確定ですね。草タイプごときが炎タイプに勝てるわけがないんだよな。闇の炎に抱かれてブースターさん。何だよ、いいところなのに。ブースターさん、さっき何の技打ちました。何の技って、ダイバーンだが。それじゃあ、ダイバーンの追加効果は。天候が晴れになるな。俺様の火力が上がるぜ。リーフィアの特性は。妖力素に決まってるだろ。さっきから何を当たり前のこと。妖力素が発動したリーフィアは、素早さが2段階上がったブースターより早く、炎タイプへの打点として、ダイアースが採用されることが多い。当然ダイマしていないブースターを倒すことは簡単でしょう。おとなしく大スキルを打ってればよかったのに、やってしまいましたね。いや、もしかしたら妖力素じゃないかも。リーフガードリーフィア、見たことあります。ダイアースがない方かも。現実を見てください。はい、ということで、勝ち確の状況から、自らのプレミで大逆転されるブースターさんでした。せっかく空振りバトンが決まったのにもったいない。みんなもブイズ統一と戦うときは、迂闊に晴らさないように気をつけてね。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。ほらブースター、帰って反省会するよ。生まれ変わったら石になりたい。はいはい、神様に頼んどいてあげるから。炎の石限定で。お前実は元気だろ。皆さんは、こんな動画をご存知だろうか。火力はザシアンの 1.3 倍、ハチマキジタバタ EV で3立てしたった。こだわりハチマキを持たせた上で最高火力のジタバタを打つという、一見無謀で狂った企画。しかしこれが実現した時の火力は凄まじく、多くの視聴者を引きつけた。実際10万回再生を超える人気動画となっている。しかし、この動画には何かが足りない。物理型の最高火力を目指す上で、致命的な何かが、これを補うことで、エボルチャンネルはまた遥かな高みへ至ることができるだろう。して、その足りないもの、それは、根性が足りない、言うと思ったよ。
物理型なのに特性が根性じゃないとは何事だ。根性型リンプやかましいわ。ハチマキジタバタだけでどれだけ大変だったと思ってるんだ。36試合だぞ。 18GB だぞ。あの後エクタ詰め込んでたんだぞ。あの程度の企画で根を上げるとは。根性型リンな昭和の部活か。ということで今回は貴様らの腐った根性を叩き直す。そのために用意した企画がこちら。根性ハチマキジタバタブースター。見たらわかるよ。絶対地獄じゃん。今回はこの作戦が決まるまで帰らせないからな。残量確定じゃん。それではいつもの掛け声からやっていきましょう。根性根性ど根性マジ帰りてる。ということで今回の作戦を説明していきます。作戦名はド根性大作戦。頭悪そう。てか今回はダブルバトルでやっていくんだな。我が根性を最大限発揮するにはダブルバトルがふさわしい。知らんがな。あ、言い忘れてたけどもちろんニックネームは全員根性だぜ。何してくれてんの。ということで改めて自己紹介。ゆっくり根性です。こんなゆっくり実況は嫌だ。これはゆっくり実況じゃありませんよ。ちゃんとタイトルにも書いてあるでしょう。ゆっくり根性って。頼むからゆっくり実況であれよ。検索に引っかかりにくくなるだろうが。さてここで俺の技構成をご紹介。根性のために無駄なものは削ぎ落としました。バカじゃねえの。ということでまずはコライルをしていきます。ちょっと待って、お前持ち物何持ってるの。そりゃ根性ハチマキジタバタなんだからこだわりハチマキに決まってるでしょ。ってことはまさかこだわりアイテム持ってる状態でコライルをしたの。そうだよ。気が狂ってやがる。さあコライル状態に入りました。今ならどんな技も耐えられる気がする。そりゃそういう仕様ですから。これが根性の力。仕様だって言ってんだろ。そして隣のサンダース間違えました。根性には根性呼びすんな。俺に向かって電磁波を打ってもらいます。まさか味方に電磁波を待ち気が来るとは。根性の電磁波って響きがいいですよね。知らんがな。そしてお相手はブースターに水流連打。ブースターじゃなくて根性な。そここだわんのかよ。こだわりハチマキならぬこだわり根性。同じ技しか出せなくなる代わりに特性が根性になる。いいアイテムじゃねえか。レジギガスやケッキングに使ってみよう。使い道あってさてこれで初手の準備は完了。根性の電磁波による麻痺で根性の根性が発動した上に字幕なきゃわかんねえよ。体力が1になったことでジタバタも最高火力になります。でもコライルでこだわっちまってるからジタバタ打てなくないか。その点はご安心ください。間違えました。根性ください。何でもかんでも根性にしないで。こだわってしまったなら交代すればいい。根性を引っ込めて根性を繰り出します。この企画の第2の被害者はだ。すいません、ここに来たらユナイトに出れるって聞いた。騙しやがったな。それで騙されるお前もどうかと思うよ。やっとユナイトに出れると思ったらただのクソ企画だった件について。ラノベみたいに言うな。あらやだ、ユナイトに出れないブイズはかわいそうね。頼むす絶対。ごめんなさい。おっとここでサンダースのアイテムが発動。根性ボタンです。脱出ボタンな。これで4体目の根性が誰なのか確認できますね。というか3体目の被害者ですね。さあ一体誰。すいません、ここに来たらユナイトで強化されるって聞いたんです。騙しやがったな。なんで同じパターンで2匹も引っかかってんの。っていうか結局またこのメンツかよ。 EV のやつと変わってないじゃねえか。それでは改めて紹介しましょう。トリックルームが貼れるタイプの根性と。どんな根性よ。クッションです。せめて根性であれ。まあまあ今回の根性はただのクッションじゃありません。と根性大作戦で重要な役割を持っています。え、ブラッキー2台マックス切るのか。一体何をさせる気だ。今回の作戦上俺は先生技に死ぬほど弱いんだよな。しかし耐久が高いブラッキーに確実に大サイコを打ってもらうことで相手の先生技を封じることができるのさ。なるほど、サイコフィールド上では先生技使えないもんな。おう、この動画で大マックスできるとは。もう俺はただのクッションではない。根性の大サイコ打ち込んでやるぜ。やる気満々なところ悪いけど相手のポケモンウーラオスですぜ。は、ふふ、根性がやられたか。しかし奴は根性の中でも最弱。誰が最弱じゃ。ってことで根性がやられてる隙に根性の秘策発動。根性ルーム、トリックルームな。この部屋の中では特性が根性の奴から行動できる。ゴミ技じゃねえか。こだわり根性と持たせたポケモンと相性がいいですね。オリジナルアイテムとオリジナル技でシナジー作んな。さあこれで準備完了。間違えました。根性完了。いい加減にしろ。麻痺で根性が発動している。体力が1なのでジタバタも最高火力。根性ルームの中では俺が先生。これがド根性大作戦の完璧なタクティクスですわ。突っ込みどころしかないのにうまくいきそうなの腹立つな。さらにダメ押しでも押すと根性。何のため。根性のサイドチェンジで俺を守る高等テクニック。ダブルでは常識です。さああとはジタバタするだけ。根性ハチマキジタバタ。やっちまったぜ。まだ根性大作戦の全容は伝わったことでしょう。この完璧な作戦があればすぐに成功しますよ。何が完璧じゃこのゴミクズ。一回まひっただけでそこまで言われる。まあ賢明な視聴者方ならもう分かってると思うけど今回の作戦も負け筋だらけなのよね。何を言うと根性大作戦は完璧なはず。まず初手コライルの場面、相手がサポートポケモンだった場合 HP が1まで減らないわよね。あとブースターの地味に高い特防で変に耐えちゃうことも多いしな。初手で HP を1にするのは意外と難しいんだぞ。あとジタバタ戦法にはありがちだがステロなんかにはめっぽう弱いな。途中で確実に交代はするから出てきた瞬間に倒れることになるぞ。ステロ以外にもあられや砂嵐でもダメね。巻かれたら降参するしかないわ。俺の脱出ボタンも考えものだな。ザシアンみたいな俺より速いやつに先に攻撃されると電磁波できずに交代することになっちまう。ダブルバトルだと猫魂が飛んでくることも多いしな。ブースターを巻きさせるのも一苦労だ。私は一応タスキを持っているけど
集中攻撃されたらトリルはできないわ。この指止まれされると電磁波吸われるんだよな。正直俺の大サイコっているの？ゴーストタイプ来たら罪じゃない。メタモンにコピーされたんだけどおもろ。うるせー。さっきから聞いてたら言い訳ばっかりじゃねえかお前ら。天井が足りんぞ。昭和の部活か。この作戦が難しいのは分かっている。しかしそれでも遂行するのが我ら根性団の使命。入団した覚えないです。難しいがやらねばならない。そんな時我らはどうすればいい？そう、根性でできるまでやるんだ。昭和の部活か。この前捕まえた色違い EV のニックネームは根性だ。この俺が立派なブースターに育ててやるよ。元はリーフィア、実際はリーフィアとグレイシアにしました。リーフィアがラクル、グレイシアがエクラというニックネームだ。コメントくださった方々ありがとうございます。うるせー。自分で始めた茶番だろ。この直角の撮影を始めて早28点目。録画容量は 21GB になります。よっしゃ EV 超え、喜ぶな。てかそろそろ本当に成功させたいところだな。安心しろ、動画の流れと客的にこのバトルで決まる。めたいんだよな。さて電磁波は無事に成功。あとは HP を1にできるかだが、お相手の先発はファイヤーとヒガルデ。ヒガルデのサウザンアローなら削りつってくれるかしら。だからなんて耐えちゃうのよ。俺のあまりの根性に相手がビビってるんですよ。寝言は寝てえ。これはまずいな。ジタバタの威力を最高にするには HP が48分の1以下にならないといけない。今の体力じゃ足りないぞ。大丈夫だ、ファイヤーの方にも攻撃してもらえればさすがに HP1 になってくれるはず。そううまくいくのか。言ったから動画にしてる。寝たいんだよな。よっしゃ来た。これっていうか翼で映って何？カジュアルバトルだからこんなもんよ。何はともあれ HP は1にできた。ここまでは順調だな。あとは AP がトリルを張れるかどうか。天体攻撃であるサウザンアローとファイヤーの攻撃が重なるとまずいかもね。大丈夫だ、お前には根性心の顔がついてる。お祓い行ってきていいですか？いいけどバトル終わってからね。あ、なんか結構余裕で耐えたな。よし、それじゃあトリックルームで根性ルーム展開。まだその設定あったのかよ。まあこれで準備はほとんど完了したわけだな。あとはブースターを無事着地させれば完璧だ。スーパー着地してやろうか？しなくていいです。ここで私はバトンタッチを選択。後攻バトンでブースターとの交代を狙うわ。飛んでブラッキーはダイマックスか。今回のお相手的に転生技の恐れはあまりなさそうだな。適当に大ナックルでも打っておくぞ。大最高に大ナックルって、お前どんな技構成してんの？こんな感じですね。気が狂ってやがる。俺の火力を上げるための手助け。大最高用のアシストパワー。いざという時の遅延用に怪しい光。俺の火力を上げる大ナックル用の二度蹴り。全部合わせて天井スペシャル。殴りたいこの笑顔。あとこの時 AP の攻撃力も上がるから、ワンチャンバトンタッチで引き継げたら嬉しいなと。ちょっとだけ頭いいのやめろ。ファイヤーの攻撃はブラッキーに行ったし、サウザンアローさえ耐えればバトンタッチできと思っていた頃が私にもありました。ということでお先に失礼します。帰ろうとするな、最後まで実況しろ。うるせえ、お払いに行かせろ。行ってらっしゃい。ふふ、ようやく場が整ったようだな。真の根性ここにあり。近すぎるんだよ。さあ皆様お待たせしました。ブースターによる根性ハチマキジタバタ。その火力をお見せする時がついに来ました。またマヒバブしかねえかなこいつ。ジタバタの犠牲者になるのはお前だジガルデ。お前がパーフェクトフォルムになることはない。なぜなら特性が根性じゃないからだ。むしろ根性じゃ変身できないだろ。それでは皆様ご唱和ください。根性ハチマキジタバタ。どう見たか。もう誰も文句はないだろう。確定一発。ちなみに相手のジガルデが HP 振りだとするとダメージ計算はこんな感じ。根性とハチマキどちらかでもなければ落とせてませんでした。嘘だろい。これが根性の力よ。あがめたてまつれと入ってもここでファイヤーに倒されて終わりだろ。ここまでやって1匹しか倒せないのなんか悲しいな。え、ブラッキーに攻撃がいったということはまさかモンスターのアフベンドー。あせっかくここまでやったんだ、もう一回くらい殴らせろ。せっかく火力を試すなら耐久高い相手がいいな。でもそんな都合よく耐久高いやつが。カビゴン来たー。カビゴンなんて火力試すにはうってつけじゃねえか。こやじたばた芝居があるな。マジやっちまいましょうよ先輩。しかもあいつダイマックスまで来てくれましたよ。カモガネにしょってきたってレベルじゃねえな。デブが肉しょってきたぞ。意味わかんないっす先輩。それでは皆様ご唱和ください。根性ハチマキジタやっちまったぜバカ。いやここは俺に任せてください。ブラッキーお前何をする気だ。根性の力で相手の攻撃を引き寄せます。お前そんなことできんのかよマジ天才。とりあえずカビゴンの大スキルはブラッキーに飛んだ。あとはファイヤーの攻撃がどうなるか。ちなみにここの行動は大最高選んだぞ。ダイナックルで火力上げなくていいのか。なめてんのかてめえ。これ以上攻撃力を上げるとも一撃に決まってるだろうが。すみません先輩。ブラッキー先輩。しかしやはり問題はファイヤーの行動。ブースター先輩が倒されたら元も子もない。頼んだぞブラッキー。任せてください先輩。掛け声を返します。根性決めるだけっすよ。頼みます先輩。後輩たちがここまで頑張ってくれたんだ。ここで期待に応えなきゃ根性が浸るってもんよ。意味わかんないっす先輩。最後に手助けだけさせてください。ありがとうよ。これが正真正銘最後の一撃。根性ハチマキジタバタ。
さすがに急所じゃなきゃ無理だった。ちょっとだけカッコ悪いっす先輩。いやいや、それでもものすごい火力だったぞ。急所じゃなくてもこれくらいのダメージは入るんだからな。しかもこれカビゴンが HB 特化の前提か。相手の調整によっては急所なしワンパンもありえたな。そうだろうそうだろう。根性ハチマキジタバタの強さを証明するのに十分なバトルだったと言えるぜ。まあもちろん実現するまでの道のりが長すぎて実際のバトルではとても使えそうにないがな。まあまあたまには普通に勝利を追い求めるよりただただロマンを追い求めるだけの動画があってもいいじゃないか。それもそうだな。エボルチャンネルでは引き続きブイズたちのロマンと可能性を追求していくぜ。その追求の犠牲となっているサポートブイズがいることも忘れるなよ。忘れるわけねえだろうが。まあそんなところで今回はここまでだな。長い動画になってしまったが楽しんでいただけたなら幸いだぜ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。第1次最悪ブースター、炎の渦、悪び、守るのコンボで確実に相手を眠らせることに重きを置いた戦術。眠る敵を前に悠々と身代わりを張り相手の心をへし折る。第2次最悪ブースター、確定催眠コンボはそのままに剣盾で新しく習得した泥かけを採用。苦手な相手だろうと運ゲーを仕掛けることができその害悪さははるかに増した。そして今宵最悪ブースターは新たなステージへ。再現なく回復し続ける体力、永遠に切れない身代わり、これはもはやただの害悪ではない、無限最悪ブースターと呼ぶにふさわしい。さあ行くぞシャワーズ。今回は害悪ブースターシリーズの集大成となる動画だ。俺ら2匹で環境を害悪の渦に沈めてやろうぜ。お断りします。ということで今回は大人気企画害悪ブースターのリメイク無限害悪ブースターを使ってバトルしていくぜ。ポケモンで無限といえば一昔前のブライオンやトドゼルガが有名な戦法だね。身代わりで体力を削ってもその削れた体力を食べ残しやポイズンヒールで回復、守りも組み合わせることで無限に身代わりを張り続けるっていう戦法だよ。本来この戦法はポイズンヒールだとかアイスボディだとか回復できる特性があってこそできるんだが、それらがなくても無限戦法を作り出せるのがこの私、そしてそれを可能にするのがこの技、アクアリングは毎ターン回復するようになる技。しかもバトンタッチでその効果を引き継げるんだよな。その通り、これをブースターに引き継いで無限戦法を実現させるのが今回の作戦。今回の相手はオーロンゲだし、まずはゆっくり溶けるでも積み。やめて差し上げろ。さて気を取り直して別の試合、お相手はミミッキュですね。初手ミミッキュということで呪いや挑発を警戒したが、玄米ということはアタッカーだな。また挑発でもされようものならもう一回ダイヤモンドダストとミルククローズン流すよ。これそんな局面なんだ。まあしかし相手が玄米持ってるとなるとこっちは溶ける積みまくるしかないね。相手にはシャドウクローもある。急所に当たらないよう気をつける必要もあるな。急所にでも当たろうものなら BGM はもうめちゃくちゃですかね。これそんな曲名なんだ。ちなみに普段流してるこの BGM はアブソリュートファニーフィールドね。 BGM 紹介動画だってこれ。さて相手が1回攻撃してきて玄米をサボった今がチャンス。アクアリングを使う絶好の隙ができたな。あまり見れない技エフェクトをご覧あれ。ただでさえ尊い私の姿がこんなにアップデートされますよ。そこはどうでもいいんだけど。編集しながら尊ししました。気持ち悪いよ。尊ししながら編集しろ。さて現在お互いに回復積んでる状態、もう1回溶けるして次のターンにバトンタッチですかね。ここでお便りが届いておりますので読み上げさせていただきます。全員ラジオ番組始めないで。ペンネーム突撃お前と晩御飯さんから。テンスに脱帽。溶ける押したシャワーズって何味？コメントのキモさに失望。試し飲みを希望。うつ虫死亡。ということで答えはうつ虫の血の味ということで。これ何の時間だったの？実況動画なんだからちゃんと実況しなさい。実況の再開を待望。バトンタッチしなくていいの？すみませんでした。それじゃあ見ての通り防御力6段階上昇とアクアリング、きっちりバトンしていきますよ。最後の最後に急所を引くこともなく、ここまでは順調だな。そしてここからが本番、無限害悪ブースターの恐ろしさが顕現するぜ。実際ここからの動きはどんな感じになるの？まずは相手の攻撃を1回耐えて身代わりだな。防御にもある程度来てるし、実質詰めてないミミッキュ相手ならいけるはず。それじゃあ私は急所鉄棒温度を取ってますね。やめてもらっていいですか。まあそんなフラグには屈せず身代わり成功。そしてここで残念なお知らせだミミッキュよ。お前はもう二度と俺本体への攻撃はできない。身代わりとアクアリング、この2つだけで無限戦法は完成するんだよね。一応詳しく解説よろしく。合戦勝ち EV のすけ、まず前提として俺の HP は161にしてあるぜ。いわゆる16プラス1っていう調整だね。そうすると身代わりで消費する体力が40になる。そしてアクアリングと食べ残しの回復量がそれぞれ10、両方合わせて毎ターン20回復することになるね。つまり2ターンあれば身代わりで消費した体力を自動で回復できる無限戦法の完成ってわけさ。ってことでここからは身代わりと守る連打、一生減らない体力に震えろ。力
かもミミッキは命の玉持ち。身代わりを破壊するたびに勝手に削れるからありがたいね。ねえねえどんな気持ち？何もできず体力減っていくのってどんな気持ち？盾も殴りたい。というかここから身代わり連打でしょ。絵面が変わらなすぎて退屈なんですけど、実況動画としては致命的じゃない。ここでお便りが届いておりますので読み上げさせていただきます。ラジオ番組か助かる。V字を好きになったきっかけが知りたいです。自分が初めて触ったゲームがポケモンファイアーレッドリーフグリーンで、どこかは忘れましたが出てきたサンダースに一目惚れしました。おそらくこれが最初ですね。 YouTube 投稿のきっかけは、もともとマリオカートのゆっくり実況とかよく見ていて、いつか自分もポケモンで作ってみたいなと思ってたんですよね。バイトで貯めたお金を全て PC に注ぎ込み、 DV で3盾するというネタも思いついたので動画にしてみた。手間が最初です。チャンネル名の由来は、英語で進化という意味のエボリューションからですね。V字を主役にしていくので、それにちなんだ名前がいいかなと考えた結果です。ニンティアの主役会が8ヶ月近く内見について、次回がニンティア主役会になります。とここで一旦実況に戻るぞ。まだミミッキュ倒せてないけど、いやーやっぱり玉ダメだけで倒すのって面白くないし、身代わりと守るしかしないのもあれだし、他の技も使ってみたいなって。今日も今日とてひどい技構成。アクビや炎の渦なんてもう古い。のしかかりで麻痺にし、泥かけで命中率を下げる。時代は運命ですよ。最悪の鏡剣ポケモンのクズってことで泥かけします。てかよく考えたら、この技構成って V字なら誰でもできるやつじゃん。確かに EV 時点で覚える技しかないからな。それがどうした？これって絶対素早いサンダースか耐久高いブラッキーでやった方が強い。ダイヤモンドダストトリビュートトゥーフローズンスな。まあそんなことより問題は、次の身代わりを張れるかどうかなんだよな。確かに泥かけでターン使っちゃったし、もう一度相手の攻撃を退屈身代わりする必要があるね。守るでギリギリまで回復するが、体力は7割ってとこか。最初のシャドウクローが半分近く入ってたし、身代わり分の体力が残るかどうか微妙なライン。まあここは信じて身代わりをしかないね。泥かけなんて運ゲーに逃げた自分を恨み。魔王魂さんの曲で何が一番好き？俺はやっぱりグラインドアゲインかな。 BGM 紹介動画じゃないって言ってんの。とまあ結果的に命中は下げたし、身代わりは晴れたし、最高のシチュエーションになったな。相手は身代わりを破壊しなきゃいけないのに、毎回命中率の運ゲーを強いられる。これが V字のやることかよ。その後ミミッキュが倒れるまでカット。あ、やっと終わったのね。ちなみにこのミミッキュ倒すまでにかかった時間なんと12分20秒。お相手の方には心よりお詫び申し上げます。そういえばコメントの方で、トゲダイボル DD5 の依頼が来てたぞ。何に使うの？一応作ったので置いておきますね。そこらグランプリやろうぜ。どこに需要があるの？とここでは相手2番手はウオノラゴン。ブースターより速い相手だし、命の玉持ちというわけでもない。どうやって倒すの？そやもうのしかかりで待ち立てる一択でしょう。また運ゲーかよ。もしくは身がまも連打して PP からすでのか。どっちにしろクソ。まあ今回はミミッキュ相手にだいぶ PP 使っちゃったし、やっぱりのしかかりで待ちさせる方がいいな。待ちさせるって、確かに麻痺がつければ素早さも逆転するし、麻痺バグで身代わりが残る確率も上がるけど、のしかかりで麻痺がつける確率は3割。そんな都合よく一発でつけるわ。あーもうめちゃくちゃだよ。俺は確率なんてものには縛られない。効果効果は聞きたい時に引く。もうお前が最強だよ。ダイマックスしてきたか。ダイマックス技は守るでも防ぎきれない。無限戦闘には有効な手ではあるけど、今は素早さが勝ってるし、身代わり連打してるだけでさばけちゃうんだよな。ねえねえどんな気持ち？ダイマックスしても何もできないってどんな気持ち？盾も殴りたい。さらにここで身代わりがダイマックスを耐える事案が発生。そういえばこいつ防御力段階上がってたな。もうこうなったら誰にも止められない。さらに泥かけで命中率を下げ、身代わりが残る確率を上げる。そして隙ができれば攻撃。これを繰り返してじわじわ削っていくぜ。そしてもちろんこちらの体力が減ることはない。もうこうなってしまうと相手は何もできない。本当に大悪の極みって感じだね。途中で相手が交代してラストの出し案が出てきたが、とすでに落とし、 DOD へのカウントダウンは始まっているぜ。相手はミミッキュが倒されているのに対し、こちらは3匹残ってる。このまま時間が切れれば勝つのは私たちだね。そしてもちろん身がまもがある俺が倒されることはない。ということでこのまま。お前はこんな勝ち方でいいのか。まあまあ、いつもの物理火力で攻めるのもいいけど、たまにはこういう戦法があってもいいじゃない。V字の可能性は無限大ってことですよ。物は異様だな。ということで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。